鈴木ひかりです。カフェの店長をしております。健康志向のカフェでキッチン業とフロント業、スイーツ作りをしています。いいことが降ってくるようにいい行いをすることにしてます。本当に小さいことなんですけど、例えばこの前家の前にカメムシがお腹見せて助けてってしてたんですけど、それ助けてあげたりとか、あと何したかな、セミも助けました。大勢の人に自分を知ってもらって幸せを届けられたらいいなって思ってます。長谷川さんは許容範囲のイケメンです。私イケメンちょっと苦手なんですよね。過去のバチェラーはみんなかっこいいしスペック高いし、なんか私は苦手かもって思っちゃってて、長谷川さんは私の苦手上回る優しさを持ってるからいけそうです。長谷川さんも相手を心で見てそうで、私も一緒だし相性いいかなと。色気とかには自信がないので、優しさを見せたり包容力を見せたいと思います。苦手なタイプはすごい自己中心的な人、私多分言っちゃうんですよね、そういう人にやばいよって教えてあげて、自分もみんなが楽しくできるように心がけるし、みんなにも心がけてほしいなって思います。バチェラーにもちゃんと自分が思ってることを全部正直に言いたいと思ってる。立ち位置はありのままの自分1です。長谷川さんと心と心で向き合って信頼できる人間関係を築きたいです。